おはようございます。釣り子 TV です。本日のルアーはこちら。ね、往年の名作、これエバーグリーンのアマゾンペンシルなんですけども、まずはこちらの動画をご覧ください。おー、いい引き。いい引き。元気。楽しそう。おー、来た来た、入れ食いだ、入れ食いだ、ドリ遅れてる、ドリ遅れてる、あれ、キラエさん、うちらノリ遅れましたね。ワンパイ友達ですよ。前の方が釣れるっていうあれですね。三好ですから。おーしゃ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 、レッチャンレッチャン、キラエさん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 、うちらうち今出るよ、今出る今出る今出る、後ろだけ連れてない人がいる。お、出た、アマペンに出た。おー、水柱立ちまくり、すげー、うー、アマペンすげー。おー、乗った、あー、平井さん、平井さん、アマペン、アマペン、アマペン釣れんすね、おー、いいなー、すげー、おーい、おー、上ずってる上ずってる、乗っかれないか、乗っかれない、ね、メガドックが虚しく戻ってくる、お、長い長い、原さんの長いっすよ。じゃ、それタモ、原さんのタモいりますね。ちょっと長く見えたけど今。うん。すーげえ。長い。うお、アマペン。80ぐらいあるかな。お、船長、写真、写真が、いやー、往年の名作カラーですね、しかも、いやー、でけえ、長っ、うーん、あー、ある、ない、ある、ない、ある、ある、ある、立ち丸だ、素晴らしい、なんか食べる、素晴らしい、食べる、やったー、やったー、80アマゾンペンシル、イエーイ、全然釣れたのが嬉しいね。はい、というわけで帰ってきましたね。俺が釣ったわけじゃないんですけども、先日あのメガドックとかラッキークラフトのね、スーパーサミー198とかあれで、まあ魚を釣ったよなんていうね、船で行った釣りがあったんですけども、その時に一番大活躍していたルアーっていうのが実はこのね、アマゾンペンシルだったんですね。で、これ自分の手持ちの昔のアマゾンペンシルなんですけども、あの日ですね、これを持っていくのを忘れてしまって、それでね、
アマゾンペンシル持ってる部隊の人たちはね、もうボッコボコに魚出してね。で、まあこれでこう、活性が上がってっていうタイミングで、まあメガドックであるとか、あとはスーパーサミー198であるとか、そういったのでもね、何本か自分で釣りたいルアーでも釣ることができたんですけども、特に数釣りっていうところ、あと一番その日の最大魚っていうところで見ても、このね、アマゾンペンシルっていうバカでかいね、ペンシルベイトが大活躍したんですね。というわけで、これはね、昔のアマゾンペンシルなんですけども、早速ね、あの後復刻されて海カラーが出てるようなんてのはあったので、探しに行ったんですけど、どこも売ってないんですよね。もう人気でね、売り切れちゃっていて、それでもって、で、家にね、結構いい状態のやつまだいくつか、封開けてないのとか、あと使っていたけど最近持って行ってなかったのあったなと思って探してね、このピーコックバスから見つけたんですけども、状況としてはですね、印象ですね、印象のところの話なんですけども、例年に比べるとね、本当今年ちょっとね、この城のサイズがまだ小ぶりだなっていうのがあって、例年だとこの11月入ったタイミングで結構もう30センチぐらいのこの城の群れとか捕まえて、それでもってメガドックであるとか、260ぐらいあるサイズのペンシルとか、そういったのでガッパガッパ出てね、楽しい釣りができるっていう印象なんですけども、ルアーに引っかかってくるこの城のサイズなんかを見てもね、結構ね、手のひらサイズ、まあちょっと小さめ、これぐらい、うん、これぐらいのね、この城がね、よく引っかかってくるって印象があって、そうするとね、こういう、微妙にでかいんだけども小さいっていうね、これぐらいのサイズ感がね、がぜん活躍するんだなっていうことで、まあこれの泳ぎとか浮き姿勢とかももろもろいろいろあるんだと思うんですけども、とにかくね、ちょっとね、超巨大っていうよりはこの一個小ぶりな、ここら辺のサイズ感のね、ペンシルベイトを持っていくと、でもね、これ出た当時で考えたら、こう、アマゾンって歌ってるだけあってね、結構ね、もうほんと大きなサイズで、ね、まあ、なんというか、まあ、絶妙なサイズ感っていうことなんですよね。というわけでね、まだまだ、ちょっとね、トップウォーターで狙えるシーズン、海はね、続いておりますので、次回ね、同じような釣りに行けるチャンスがあったら、ここら辺のアマゾンペンシルとか、あとね、もう何本かで持っていたはずなんで、そこら辺も引っ張り出してね、それと、まあ、いろいろ使い分けっていうことで、今まで通りですね、メガドックであるとか、スーパーサミーであるとか、その他ね、いくつか、今年用に買った巨大ペンシルベイトもあるので、そんなところでね、シーバス狙っていきたいと思います。とにかくね、原さんすげえなーと、これでね、もうね、まあ、動画ね、ちょっとね、席が離れていたんであんまりね、真横でっていうのはなかったんですけども、ちょっと遠目で見ていてもね、何本釣るんだろうっていう、これでもうね、ボコボコにね、魚出して、そんでもって、釣り上げてね、80アップのランカーも真っ昼間に釣り上げるっていうね、いやー羨ましいなーっていうね。はい、というわけで本日の動画はですね、そんな感じで、こちらね、エバーグリーンの往年の名作、今ね、復刻されたやつも出ておりますよ。アマゾンペンシル。これでね、横でボコボコに釣り負けたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。